どうも高井です。この究極にシンプルで強力な魔術、9割の人は使いません。なぜでしょうか？具体的なノウハウはここに書かれていますが、私が挙げた動画、前々回前回と、口下手でも相手に信用されるたった一つのシンプルな方法、その動画で私の実際やった訓練と重要性について話しています。そして前回の動画、9割の人が知らない影響力を出す姿勢の基礎、その動画で影響力を出す姿勢とは何なのかについて話しています。その2つの動画と合わせて今回の動画を合わせることによって、あなた自身の影響力がますます増していくことでしょう。そのノウハウとは、ゆっくりと話すこと。話のペースは相手を1とした場合、私自身の話す側は 1.2 から 1.4 ゆっくり話す。たったそれだけと思うかもしれませんが、日本人もしくは日本に住む人のコミュニケーションのスピード、話のスピードというのはとても速いです。しかも保険をよくかけます。とかとかよく聞きませんか？とかとか言った上でものすごい早口で喋ります。これはなぜかと私は推測すると、おそらくみんな失敗が怖いんでしょう。とかと保険かけた上で早口で喋るということは、自分自身が話すセリフを噛みたくないという、失敗を過度に恐れる、そういう恐怖からかもしれませんね。学校でもそんな会話の授業は一切ありません。だからからでしたね。今からでも遅くはないと思うんで。コミュニケーションどうやって取るのかもそうですが、ゆっくりと分かりやすい話をすれば、あなた自身の言葉はすごい信用されるようになるので、ぜひともやってみてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。